ハーロー、クラザー4のダイちゃんです。エイくんです。毎回このくだりあんのかよ。惜しかったね、エイくん。というわけで皆さん、いつ上がってるかわかんないけど、まあ、前にあった動画で俺のテスト恥をさらしてしまったと。じゃあ今回大地にも恥をさらしてもらおうと思いまして、今回大地さんにもですね、小学3年生の、まあ、今4年生なんで1個ね、1年下のレベルの漢字テストを今からやってもらいたいと思います。ということで時間は俺として7分でいいですか。内容は、こちらです。まだ1年だから俺3年生の時もうね、これ解けなきゃヤバいレベルで俺わかるぜ。当たり前だけど、ちょっとあの僕のあの3年生の頃結構80点とか90点とか、まあ、取れたんで楽勝だから、ちょっと見して。ダメだよ。え、お前テストの時お前あれだぞ、お前裏返しにして初めてやってやるんだ。え、俺やんない。いや俺らやるの、試験そういう感じだから。俺やんない。ああ分かった、合いそうですかね。はい、というわけで今から7分測りたいと思います。ではいきますよ、よーい、始め。あ、これ4年生、あん、いいですね。1問目から分からないと言っていた俺とは大違いですね。いやほんとね、ケアレスミスが多かったんすよマジで。乾かす、そう、乾かす、そう、突き抜けなきゃよかった。あれはね、あの一番悔しかったね。分かってんの、しかも今日授業で乾かすって感じ出てきた時に思い出して、あ、そういえばくっさくっさって、ね、思ってましたよ。あ、でも正直俺漢字読めりゃいいと思ってる。分かる。でね、今の時代便利ですから、調べれば一発で出てくるわけですよ。日常生活ではあんま困らない、そんなね。でも俺はね、その声優を目指している身として漢字は読めなきゃいけないと思うので、難しい漢字とかね出てくると思うんですよ。だから読めなきゃいけないと思うんですけど、書けなくてよくね。だから言い訳がましいけど、俺は別にいいかなって思ってます。ということで大地さん1分半切りました。お、マジか。今何問目ぐらいですか。3問目ですか。あー、ちょっと待って。おお、なるほどなるほど。でもあれですね、前より書くスピードが速くなってる、俺が最後に見た時。今まだね、敦貴はその字慣れてないからすっごいゆっくり書くんですよ。でも結構普通にね、パパパって書けてる感じでいいと思いますね。だんだん字を書くことに慣れてきたんでしょうかね。いやー、このトークで繋いでんの超大変ですね。トーク力ねえから俺マジで。あ、でも7分経つ前に結構できそうですね。今4分半ですね。今もう4分よし、あとはもう時速だけだ。お、それが絶対やってると思います。あと1問らしいです。時速の速の字がわからないらしいですね。時間が早いとかの早いって書いてますね。いやー、公尺の尺とか書けますか皆さん。今公尺って書いたやつって公尺って書けますか。いや、時速はね、これで合ってると思う。本当に前、あのね、その前の動画のネタを引っ張り出してきちゃいますけど、絶対時速これじゃん。あ、いいの、それでいい。よし、じゃあこれで終わりでいいですか。終わりでいいです。はい、了解です。ピシッ、3分11秒を残して、大地さんテストを終わらせることができました。ということで、まあさすがにこれ全部俺分かるんで丸付けしていきたいと思います。赤ペンプリーズ。ではいきます。理由ピンポーン。ナイス。問題ピンポン。ありがとう。実はこれ合ってます。おお、よかった。鈴木くん合ってます。おいしい。運ぶも合ってます。動くも合ってます。発明も合ってます。消化も合ってます。おお、物は合ってます。10問。短いがね、これ惜しいね。え、これこれいらない。あー、いや、惜しいけどチェック。はい、これ合ってますよ。え、ほう、はい、来ました。黒板を見る合ってますね。登場人物合ってますね。これテストで出た。使うも合ってます。フライも合ってます。水深も合ってます。疲労も合ってます。次は惜しいね。全18問中17問正解ということです。あの短いの送り仮名がイなんですよね。だからそこだけちょっと惜しいなっていうところ。俺もね、あのちっちゃい時間違えてた。だから気持ちは分かるんですけども、なんだてめえ恥かきに来たんじゃねえのかよおい、こら、はい、何俺だけに恥かかせに来てんだよお前。いやだってちょっと今回はね、あのガチでちょっと集中して、さすがに3年生のやつできないともう頭いっちゃってるなって。自分で。まあね、俺中高生だったから、中学生だけじゃなくて高校生も入ってたから。おお、ね、お前1個下じゃん。俺6年ぶぶち殺すよ、おらー。ということでね、まあ俺も中学生だけのだったらと思うけど、公爵は絶対あれだよ。
探検3級落ちた男ですからね。今回まあね、あっけなく終わっちゃいましたけれども、ナイツさんどうですか？ちょっと悔しいね。最初はイを書いたんだけど、ほんとだほんとだ、カが書いてない、消したとか惜しいね。うん、ちょっとあれだね。わかる、これ合ってるかなっつって変な心配してやったらそれが間違ってて最初の方が合ってたっていうの俺もあるんで、ジュニアっていう英語のスペルで最後いらないスペルを1個付け出しちゃって点数を1点落として、英語の単語テストだったんですけどね。あれこれジュニア、これ最初合ってたんですよ。あれこれどうだった、あれってやったらちょっとね違ってました。それが合ってれば満点だったのにな。というわけで、さらに恥をさらしたところで、今回はね、これで終わりたいと思います。次、あつきに漢字のテストをね、やらせていきたいと思います。あつきは今小2なんで、次、小1のテストをやらせたいと思います。さすがにね、あつきも1年前のだったら覚えてるんじゃないかなっていうところで。どうすか、あつき選手。次回への意気込みは、最近のテストはどうなんですか？100点ばっかりだよ。ん？ 100点ばっかりだよ。ん？100点ばっかりだよ。もっと大きい声で言って。100点ばっかりだよ。おー、鏡見てんじゃねえよ自分のことよ。ということで、最近ね100点ばっかりのあつき選手、よし、やっと余裕出す。余裕だそうです。ということで、じゃあ今度こそね、あつきに満点取ってもらいましょう。で、あつきのが終わったら、次、算数。無理。俺は数学をやりたいと思います。次こそ中学生の用意してね。ということで、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。うわ、聞かない。今4年生だと言ったら、高評価、グッドボタン、いいね、お願いします。なんつったんや。今4年生の人は高評価グッドボタンいいね押してね。バイバーイ。グッドボタン、お前高評価グッドボタンいいね全部同じこと言ってんだよバカ。それバッドボタン。